皆さんこんにちは、うまかつでございます。いよいよやってまいりました、クラシック第1弾サツキショーグレード1ということで、中山競馬場芝 2000m 内回り3歳限定オープン、もちろん5着までにダービーへの優先出走権が付与されます。近年の優勝馬、追ってみましょう。去年はソウルオリエンス2番人気。2022年はジオグリフ5番人気。2021年はエフフォーリア2番人気の1着となっております。こちらのレース、好走馬の傾向をご紹介いたします。1点目、前走で重賞を使った馬、連帯率 14%。2点目、中6周以上の余裕あるローテーション、連帯率 24%。3点目、前走6番人気以内が連帯馬の条件でございます。4点目、関東の重賞で連帯実績があれば連帯率 22%。最後、前走1馬身差以上の快勝をした馬、連帯率 35%。これらの条件に当てはまる馬いますね。本番の馬券購入の時にはぜひとも参考にしていきたいと思います。もうすでに木曜日の午後、枠順発表しております。しかしながら、想定上位人気順にですね、お知らせした方が分かりやすいだろうと思いますので、いつも通り人気順に調教評価を発表してまいります。まずは、新エンペラー A 評価。立冬の半路コース単走です。馬なりでスムーズに駆け上がっておりました。ラスト1ハロンは 12.3 秒。1周前のウッドコースはミスター GT 相手に追走から併入する走りっぷりでございました。続きまして、ジャンタルマンタル S 評価。唯一の S 評価をつけました。立冬の半路コースを2本追っておりましたね。馬なりでしまい促しただけで高度計と。ラスト1ハロン11秒7は本当に驚き。そして1周前もですね、半路コース2本追ってですね、高度計出しておりましたよ。先週はラスト1ハロン11秒8でした。続きまして、名勝タバル A 評価。立冬の半路コース単走です。道中軽めからのね、しまいを促して高度計。ラスト1ハロン11秒8と。一周前のウッドコース単走を見ると、まだですね、若干折り合いを教育している印象を持ちます。しかしながら、まあ、高度計と。いうことは揺るぎない。続きまして、レガレイラ A 評価。ミホのウッドコース2頭合わせでした。馬なりで折り合いよくしまい伸びておりましたよ。ラスト1ハロンは 11.3 秒。1周前のウッドコース2頭合わせはしまい仕掛けるだけで本当に高度計でした。ラスト1ハロン 10.9 はなかなかの高度計。続いて、ジャスティン・ミラの A 評価。立冬の半路コース単走です。馬なり軽めで、見た目よりも本当にね、高度計でしたね。こんなに時計出るかなっていうぐらいの走りでしたが、ラスト1ハロン 12.2 秒は優秀。一周前のウッドコース3頭合わせは、しまい追って伸びるも、若干動きが重い見た目でした。ラスト1ハロン11秒1は全然悪くありません。続きまして、ビザンチンドリーム B 評価。この馬ですね、スローペースだった場合、ワンチャンある。と、馬活は思いますが、まあ、今回はちょっと厳しいかなと。
ということで B 評価にしました。サンライズアース B 評価、コスモキュランダも B 評価、アーバンシック A 評価でございます。ミホのウッドコース3等合わせです。外側追走からしまい追って伸びておりました。ラスト1ハロン11秒3はなかなかです。一周前のウッドコース3等合わせは、まあ、ラスト1ハロン11秒7だったんですけれども、まあ、力強さが、今週増している印象を持ちましたので A 評価つけました。続いてダノンザテイル A 評価、立冬のウッドコース2頭合わせです。横乗り温帯が安定でですね、馬なりで軽め調整だったようですね。ラスト1ハロン11秒7、1周前のウッドコース2頭合わせでしまい追ってからね、まあよく伸びてましたね。ラスト1ハロンは11秒2と、時計も優秀。続きましてミスター GT A 評価、立冬の半路コース2頭合わせです。馬なりでしまいまで垂れず、フィニッシュしておりましたね。ラスト1ハロン 12.3 秒、1周前は新エンペラーと合わせ馬で、しまい追って併入ということで、ラスト1ハロン11秒4はなかなかの高度計でございました。続いてエコロバルツ B 評価、サンライズジパング A 評価、立冬の半路2頭合わせです。姉妹追ってね、ぐんぐん伸びておりました。ラスト1ハロンは 12.0 秒、一周前の半路二頭合わせは負荷をかけても、粘り強くね、最後まで頑張って走ってましたね。ラスト1ハロン 12.2 秒でした。シュバルツ・クーゲルは抽選漏れですかね。シリウス・コルトは B 評価でございます。ウォーター・リヒトも B 評価。ホーオープロ・サンゲ、B 評価。ルカランフィースト B 評価。ジューンテイクは抽選漏れでしょうか。そして最後、アレグロブリランテ A 評価つけました。ミホのウッドコース2頭合わせです。馬なりの軽め調整でまあまあ先着と。タイムも平凡。ラスト1ハロンは11秒8。しかしながら1周前のウッドコース3頭合わせ、姉妹迫力ある伸びは馬かつ好印象を抱きました。ラスト1ハロン11秒にはなかなかの高度計。ということで、サツキ賞全頭追い切り評価やってまいりました。今週もですね、金曜日の夜19時から、そして土曜日の夜は22時からニコニコ生放送で重賞レース前日予想を無料配信いたします。よろしかったら動画の詳細欄から遊びに来てください。それでは皆様今週も良き張りやすーと。